皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊ツーリストの猪熊のおっちゃんです。国道58号線の名護市内の渋滞緩和などのために作られていたバイパス名護東道路が2021年7月31日に完成し、通行が始まりました。これまで美ら海水族館や今帰仁城、また辺戸岬などの沖縄北部やんばる地域を観光する際、ほとんどの車が沖縄自動車道の巨大インターチェンジを降り、国道58号線を使い目的地に向かっていました。そのため巨大インターチェンジから名護市内までの海岸沿いや名護市街地で渋滞が起こっていました。名護東道路の完成により、道の駅巨田の少し先から本部半島の付け根のほぼ中央にある名護の市街地を抜けた先の伊佐川まで名護市街地を迂回し、一気に行くことができます。ただし、本部半島の西川海岸沿いの道路を使い、美ら海水族館へ、また本部半島の中央を突っ切り八重岳などへ向かう場合は、これまで通りのルートへ向かうことになります。名護より先の辺戸岬などの北部観光をする場合や、本部半島の東側の海岸沿いの道路を利用し滝尋城などへ行く場合は、完成した名護東道路を使う方が早く楽に名護の市街地を抜けることができます。自動車専用道路ではありますが、現在のところ無料で利用できますので、上手に使って沖縄のドライブを楽しんでください。
さて、紹介した通り名護東道路は国道58号線の名護の市街地を迂回するために作られたバイパスです。国道58号線は江戸岬の隣の国頭村奥から沖縄本島の西側を海岸沿いに那覇市の明治橋までを結ぶ沖縄本島にとっての大動脈です。ところで皆さんはこの国道58号線の終点は那覇市の明治橋ですが、支店はどこだかご存知でしょうか。実は国道58号線の始まりは鹿児島県鹿児島市の西郷隆盛の銅像前の交差点です。ここから朝日通りと呼ばれる約700メートルほどの通りを抜け、種子島と奄美大島を通り、そして沖縄県の県庁所在地那覇市までを結んでいるのが国道58号線です。実は鹿児島市から種子島や奄美大島を経て沖縄まで複数のフェリーで結ばれている海上航路部分も国道扱いとなっています。この海上区間の延長 609.5km は日本最長で、海上区間を含む国道の路線別総延長は 875.7km で、2019年4月1日現在日本で一番長い国道が58号線です。また平成17年度道路交通センサスによる平日24時間交通量によると、沖縄県浦添市実着で1日あたり 81,255 台の交通量があり、九州沖縄地域では最も交通量の多い道路でもあります。なお名護東道路は将来伊佐川から先本部半島方面にも延伸することも検討されています。もしそうなると那覇空港や那覇市内から美ら海水族館までほぼ自動車専用道路1本で結ばれることになります。さて、2021年7月31日に開通した名護東道路を使って、名護から先が遠いとおっしゃっていた沖縄の皆さんも、観光で来られる県外の皆さんも、ぜひお気軽にやんばるを訪ねてみてください。